はい、というわけでやってまいりました、ちょいデブ親父の大逆襲、志望を希望に変えるプロジェクトということでね、今思えばですね、本当に末期的な状態ですね、ブヨブヨ肉、つきまくっておりまして、もうね運動不足でございます、そんな中からですね、ちょっと改善していこうと、希望に変えていこうと、この志望をね希望に変えていこうというようなことで、思いついたのは YouTube を見まくるということですね、多くの YouTuber さんが、ご自身の、肉体改造計画をですね発表して、動画を上げておられます。それを眺めていくにつれてですね、だんだんとこのマインドセットですね、自分自身の潜在意識に揺さぶりをかけて、そして、意識と行動をね、変化させていくことができるんじゃなかろうかということで、それをね自分の体を実験台にして、自分の人生をね実験台にして、お届けしているわけですけれども、今日はですねまた素晴らしい動画を見つけてしまいました。翔平さんですね、この方も YouTuber としてですね、たくさん登録者数がいらっしゃる素晴らしい方なんですけれども、衝撃の変化ということでですね、その体がどうやってね絞られていくかっていうのをこう写メを撮っていたっていうんですね。まあ僕もね今写メを撮っていっておりますけれども、後々ねこの翔平さんみたいに動画をアップすることができたらいいなと思ってですね、動画をアップするというつもりで、写メを撮っていってますけれども、その写メがですね数ヶ月にわたって、その結果を出していっている様子がね、見えるということなんですね。ただですね、僕今本当にその自分自身ですねブヨブヨで、どうしようもない状態から始めておりますので、これがこの動画を撮り始めた時の、僕なんですけどって出てきた動画を見てですね、出てきた写真を見てですね、なんやこれ全然いけてるやんと思ってしまった自分がまだいてるんですよね。いやもう本当に僕ブヨブヨで、これタプタプで恥ずかしいですねみたいなことを翔平さんがおっしゃってるんですけれども、いや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 全然いけてますやんみたいなね、そんな自分がまだいてるんですよね。こういう自分の基準値っていうかね、自分の目線っていうかね、そういったものを、どこに置くかっていうことがやっぱり一番大切なんだろうなっていうふうに思います。でもこの動画がですね、どん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 時が進んで結果が出ていくのを見ているうちにですね、ああほんまやほんまや、これ最初の時終わってはるなこの人っていうふうにね、思えるようになってくるんですよね。自分を棚に上げてね、自分を棚に上げて、思えるようになってくるんですね。その時に初めて自分の目線っていうのが成功者の目線っていうかね、その自己実現の目線にね、なっていくというふうに思うんですけどもね、やっぱりこの動画を見続けるとかね、イメージトレーニングをし続けるっていうのはものすごい大事なことでですね、そういう具体的な自分のあるべきがしっかりとその潜在意識にインプットされるからこそ、意識も行動もね変化していくんだということが、よくわかりますよね。でまあこの時は非常にどうやっても体重が落ちないということで、悩んでた時期ですなんてね、そういう解説もあるんですけれども、それでもねちょっとしたらググッと痩せ始めるんですよね、絞られ始めるんですよね。そうすると腹筋のところに線が出てきたりとかですね、うっすらね、それがやがて日を当てなくても光が当たってなくてもはっきりとこの腹筋の割れてるのがね見えるようになりましたっていうところまで来てですね、もう最終的におおおおっていうふうにですね、思わずうなってしまうような変化をね遂げているんですけれども、こうやってですね人は変われると、人は変われるし、変わろうと思ってたら変わるんだっていうことを目に物を見せられますと、やっぱりね、スイッチが入るというかですね、自分自身もああそれだったら僕もできるに違いないっていうふうに思えるんですよね。自分自身が実践して結果を出すっていうことはものすごい大切なことなんですけれども、プラスアルファそれをですね、周りに発信するっていうことは多くの方をね、多くの方の夢や希望にね、明かりを灯すんだなっていうことが、この動画を見ててですねすごく感じられました。ということで早速ねチャンネル登録をさせていただいたんですけれども、こちらにね、URL を貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。毎日聞くだけで、その引き締まってくる、ワオさんのね、ちょいデブ親父の大逆襲ですね、ワオさんの、志望を希望に変えるプロジェクトね、これ毎日できるだけ、配信し続けて、参りますので、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。